ジェンダーレスタレントの先駆け山崎徹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。実は去年、偶然、ばったりとお会いしまして、その時に私はもうぶしつけに YouTube に出演してくださいとお願いしたんですけども、もうその場で快諾していただきまして、あのですね、実は2人のかかりつけの病院の待合室での出来事ですよ。私あの人様の、あの YouTube チャンネルに出させていただくのが初めてなんです。ようこそ家田翔子チャンネルに。ありがとうございます。トールちゃんとして親しまれてお姉キャラとして、すごい大人気になっていったんですけども、ちっちゃい時からそういうキャラクターだったんですか？そうですね、あのこんな感じでしたね、人とちょっと違うってことで、差別とかいじめとかあったんですか？やっぱり私昭和44年、1969年生まれですので、小学校、中学校はやっぱり戦後教育、中学校は丸坊主が当たり前、小学校の高学年から中学校は一番苦難というか苦節というか、厳しいいじめがありましたね。砂に埋められるとか。そしたら通りを通るクラスメートの女の子たちもいるわけですよ、そしたらパッて私を見て、掘ってくれる先生に言ったらなとかって言って、先生に言ったらね、余計ね、ひどくなるからって、高校生になったら私は変わるから、丸坊主から、いわゆる髪の毛も伸ばしておしゃれもしていい、っていう時になった時に、私はガラッと変わるからっていう感じで、私はそれを励ましに、中学生までの丸坊主だと全てがもう全部一緒じゃないですか、で一緒の中で際立ったものとか変わったものがいると目立つ、頭がいい人も同じ、で私の場合はオカマ言われてたんですか？学校中も3年生1年生2年生全員オカマって、友達は先生からもオカマって言う、先生からも、だけど高校生になったら私は工業高校のデザイン科というところに行ったんですね、そしたら私もおね、変わってる、ですがデザイン科っていうのは将来美容師を目指してる人、ファッションを目指してる人、陶芸を目指してる人、変わり者がいっぱいいて、その中の一人だから、面白いのの一つになっちゃって、それで髪の毛を伸ばし始めて、いわゆるジャニーズカットっていうやつですね、あれで眉毛をちょっと整えたら、アルバイト先に女子高生がうわーって集まるようになって、山田さんのファンの子たちってことですか？おしゃれをするっていうことは、やっぱこういうことだっていうのと、中学生までの辛かった自分なんだっていうのの楽さで、私はすごく高校時代がとても楽しく幸せでした。その頃からタレントさんになろうと、それとも漫画家になろうと。小学生の卒業アルバムでは、将来の夢っていうのは、漫画家って書いてたんですよ、ですが本当はアイドル歌手って書いてあったんですけど、沖縄だし、無理だ、2番目の夢漫画家って書いてたんですけど、高校卒業されてからすぐ東京に出られたんですか？やっぱりタレントさんか俳優さんかなんか目指して、月刊オーディションとか、ザ・デビューとかありましたね。毎月も楽しみで、もう端から端まで送るとこたくさんあって、でも落ちて、どれぐらい落ちました？300近くは落ちたんです。それぐらい応募したんですね、でもそれぐらいあったってことなんですよね。あ、そうですよね、私は区切りを決めてまして、24でもう慣れなかったらあっさり諦めて、そのデザイン科の絵の素養を生かして、広告代理店かなんかに就職できたらなっていう思って。大手のプロダクションのオーディションとかいろんな大きいものもありましたでしょ？あの決戦大河まで行けたのは、ホリプロさん の、あのタレントスカウトキャラバンの男性版、飛び出せ日本男児っていうオーディションで、なぜか知らないんですけど、最終決戦の10人に残って、一人一発芸をするコーナーがあるんですよ、バットをマッチョが折ったりとかね、すごいんですよ、で私だけカツラが打って厚化粧をして、ピンクレディーメドレーをしてるんですよね。かわいい。そしたら落ちるみたいな落ちちゃって、諦めがつきました。それが24です。はい。
で漫画家さんの方、一本の方、漫画家になるのにもやっぱりコンテストかオーディションかなんか、あのなりたくてもなれないんだっていう、ところまでもう全部オーディションを受けたから諦めがついて、就職情報誌を買いに行ったところ、分厚いコロコロコミックみたいな、ホラー雑誌のブームだったんですよ、90年代って、あ、こういう本ってまだあるんだと思って、で私が一冊取って、パラパラパラって見たら、新人賞受賞作っていう作品が載ってまして、私書けるんじゃないって、翌日すぐ漫画を書くという原稿用紙とかを文具店に、大きい文具店に買いに行って、ペン先 G ペンとか買ってみて、書いてみて、1日で書いて持ってったら、その雑誌の編集部の人が、結構3日以内に書けたら来月の13日売りのには載るよって言ったら、って書きますってやって、君プロットとかあるとかって言って、一応3つぐらいあります、だって5行ぐらいであらすじ程度に書いて、どうしてうちはこうなったのかっていうあらすじのものとか、そういうのを見せたら、全部採用、もうすぐ翌月から書いてって言ったら、読者アンケートが上がって、デビューして半年後に、その雑誌の担当カラーと雑誌の表紙のイラストを私は書いていたという不思議、そこからタレントさんってどういうふうに結びついていくんですか？漫画家なんだけど、描いてる漫画がホラーで、元アイドル歌手を目指していて、で、喋る言葉がおねえ言葉って一体何者よ、会ってみたいわっていうところが最初ですね、31の時、向こうから来てくださったんですね。今はどんなことをされてるんですか？基本的には、漫画家タレントという肩書きは変わらないんですけれども、私が一度お休みをいただいた期間があるんですよ、2001年にテレビに出させていただいて、知らない間に街の人が全員私を知っているという感じになって、で忙しくなってしまい、私が何をやりたいと思うまでもなく、レギュラーがわっと決まってしまって、連ドラ、映画、そして CD、歌をやりましょうか、ということになりまして、で朝起きましたら、例えば九州の福岡にの、ショッピングモールでイベントをします、そしてそのままの足で青森のショッピングモールでイベントをします、そして帰ってきたら、どこかの局のレギュラー番組をパッと撮って、でその中にドラマの撮影をして、そして翌日の準備をするために、あの私は全て自前だったんですね、メイクも衣装も、で明日は4本かとか3本かって全部用意したんですか？アイロン掛けをして、お靴は3足とか、眠る暇ないじゃないですか。あの布団で寝ることはやめました、玄関で全てのオールスタンバイをして、玄関の板の間で寝るようにして、深く寝ないようにして、っていうのが3、4年ぐらいは続いたんじゃないかな、それ休んでる期間ができたのはどうしてですか？それが続きまして、たまごてんさんに出させていただいて、ザ・夜も引っ張りさんに出させていただいたり、厨房ですよさんとか、わらびともさんとかにありがたく出させていただいたことで、一気に2、3ヶ月後のスケジュールが真っ黒になってしまったっていう状態の子になったんですね、簡単なことを言うと、寝ないと記憶が頭に定着しないんですね、急に変わった時に心がついていかなかったのかな、で、できればお休みをしたいんですっていうお話はマネージャーさんには、あの正直に伝えて、分かったと、その代わりお願いがあるって、2年頑張ってタレントやってくれ、レギュラー番組をフェードアウトして CM の契約が終わるまではこっちからは何も言えないことなので待ちましょう、その間はタレントをしなきゃいけないという契約になってるからということでやってました、でそれが終わった時に残って入っているものだけを消化して3年ぐらいお休みさせていただきました、状況は分かってるんですよ、もうたくさんのお姉の方がね、市民権を得られて出してて、休んでる間もマネージャーさんたちとは一緒だったんですけど、終わる時とか、分かってる上で言いますけれども、
出れるような状態にしておきますので、はい、なんとかお願いできませんでしょうかっていう感じの話を、はいはい、そしたらもうお前が座る席は少ないじゃないかって、うん、お前のギャラで6人呼べるんだよっていうことでしょ、はい、もうあんたが高くなっちゃったっていう、うん、かといって面白いわけでもない。でその時は猛毒の時代、はい、面白いことをもう揶揄して、はい、罵ってわーって盛り上がるっていうような感じの時代になってたので、はい、あなたも猛毒を吐く感じでいけるって、うん、一度やってみたら、はい、シーンとなっちゃって気持ちのやらないでいいんだよっていう感じになって、はいはい、私もなんかあたふたしちゃって、はい、これは無理だっていうふうには思いましたね、はいはい。芸能界で辛かったこともいろいろとあったかと思うんですが、はい、どうやって頑張ってこられたんですか？あのね、やっぱり明石家さんまさんの存在は大きいですね、はい、何か助けていただけたんですか？はい、助言がもうピシャリと言ってくださるんですよ、はい、やっぱりお姉キャラの人って、はい、ちょっとなんていうの、波乱万丈系の番組に必ず呼ばれるじゃないですか、はい、そしたら実はこういうことだってとかってあるじゃないですか、はい、それを踏まえた上で、どうじゃん頼むからテレビでは泣いたらあかんでって、はあ、辛いのとか、はい、実はこうだけどねって頑張ってるとか、そういうのはあかんね、はい、あんたが泣く姿はねとても悲しい、あ他の人が泣くのとはちょっとわけが違う、はい、とてもかわいそうに見えるかな、はい、あなたは笑ってなさい、へ笑顔で言ってみて、はい、わかりました、さんまさんありがとうございますっていう、はい、そういうアドバイス通りに、はい、現在まで、そうなんですか、うん、嬉しいアドバイスですね、うん、今こうジェンダーレスの人たち、タレントの方たちも、うん、それから一般の方たちも、はい、昔に比べたらすごく生きやすくなってきたと思うんですが、声を出しやすいですよね、はい、でもそれはあの山崎さんとか、うん、ジェンダーレスの方たちの功績があったからと思うんですけども、うん、あの現在はジェンダーレスの方たちに対して何か活動されるとかそういうことはあるんですか？数年前に、うん、あの沖縄で LGBT の、はい、その大きな年に一度のイベントがありまして、はい、それの沖縄親善大使に、はい、あの任命していただいて、はい、私はあの行ったことがあるんですね、はいはい、私が行った時に3000人を超えている人が国際通りに集まってくれて、はいはい、その時に皆さん私はできる限り、皆さんのところに降りて皆さんのお話を伺いますので、はい、皆さんね、長話は禁止よと、うん、ちょっとお話をしに伺って聞きに行きますのでよろしくって言って、はい、6時間ぐらいのイベントで、はい、1000人ぐらいのお話を伺ったのかな、はい、女性男性、まあはい、LGBTQ 界もいっぱいあるじゃないですか、はい、1000人聞いたら、はい、1000の悩みがあったっていうことに気がつきました。だから答えは1つとか2つ3つとか10でもないってことが分かって、はい、一番大切なことは聞いてあげること、はい、先の光を灯火を見せるのを提示するのではなく、はい、今のってこと全部言って、はい、っていうことの方が先なんじゃないかなって、やっぱり何か生きていく中での悩みを抱えている方には喋、はい、る一人でもいい、一人でいいのよ人生、はい、親友を作っていただきたい、それが大切かなと思います。やっぱりお話をに耳を傾けてくださる人が必要なんじゃないかなと思います、はいはい、今日はいろんな話伺いましてありがとうございました。とんでもないです。なんか私あの家田翔子チャンネルを見たら65番再生とか100万再生とか100万言ってない、私のはさ420再生とかになっちゃうんじゃないの大丈夫かしら。あのチャンネルをご覧の皆さんね、よかったらいいねボタンを押してとは私は言いません。あの他の方たちのすごいねお話が次回ありますから、その時にいいねとチャンネル登録は私の回でしておいてね。ありがとうございます